はい、今日も商品を紹介していきます。さあ、Today もちもち食感ブラックタピオカミルクティー、イエーイ。200いくらかな、エクスペンシブ、コンビニエンスストア。ですね、なぜこれを紹介するかというとですね、この前、てか一昨日かな、ビートボックスバトル関東予選が、目黒で行われたんですけど、その時に、変態ビートボクサー AI 君っていう方がいるんですよ。大学生なんですけど、超変態なんですけど、変態ビートボクサー AI 君と僕がちょっと抜け出してクラブをコンビニに行ったら、ヒカキンさんこれマジでうまいんで飲んでくださいって言って、じゃあお前まずかったら全額俺に払えよって言って、で買ったんですよ。そしたら悔しいことにうまかったっていうね、ちなみに変態ビートボクサー AI 君のチャンネルはこちらです。こちらこちら見てやってください。かなり変態なんで、こんな感じで飲んでみます。あ、なんかタピオカ入ってるのって薄そうじゃないですか、味が。This is Japanese 変態ビートボクサー AI Produce Produce タピオカ入ってると、ほんと味薄そうに感じるじゃないですか。僕濃い味好きなんで、飲んでみるとですね、濃いね、マイルド、グッド。タピオカが、もちもち、タピオカ、タピオカ、ということで、Today's Hikakin's point 86点、うまい、バイ。